コゴール砂漠で会ったあの不気味な魔物は何だったんだろうな。今でも思い出しただけで背筋がゾクゾクします。生き物だったのかな。ん？どういうことだ。砂漠で生きているような感じの魔物じゃなかったから。なるほど、カロル先生らしい着眼点だな。もう会いたくありませんね。うん。